チャンネル。ありがとうございました。ということで本日もね、たくさんリアクションしていくんですが、自己紹介をせずにしーちゃんです。さあ今日ね、待ちに待ったね、新しい動画が出たんですね。おこの方々の、チャンネル名言います。アオペラ公式チャンネル。もうアオペラといえば声優とアカペラの融合ですよ、ね、もう青春。これいつぶりですか、新作は。あれでしたもんね、この前17人シャッフル楽曲があった。そうシャッフルがあったの、うん、4組あったのね、うん、そう4組のシャッフルを僕たちも全部リアクションしたんで、ぜひともこちら見てください。よろしくお願いします。タイトルいっていいですか。じゃあタイトル、声優アカペラ J-POP カバーダイススターマイン歌唱フェイムフルバージョンアオペラミュージックビデオ。来た、俺の一番大好きなフェイム。これフェイムと言ったら猫屋敷さん。君は金より特別さ will forever。 ああ、イネシさん俺の推しだから、最推し。あ、推し間違えんのやばいよね。僕編集してて、犬屋敷ってあの動画の中で10回ぐらいそう、僕のね、最推しのベースの猫屋敷さんがね、いらっしゃるね、このフェイムでございますから。ダイスの、しかもスターマイン、ダイスさんっていうのはね、実はね、このね、昔対話したことあるんです。それこそダイスのボーカルのあの雄大ハモネプで、うん、もうお友達というか、そこでも出会ってるっていうね。めっちゃ見てた。僕らの大好きな、アオペラのフェイムが、そのちょっとつながりのある、ダイスのスターマインを歌ってるということで、楽しみにリアクションしていこうと思います。ペン C チャンネル。はい、それでは早速声優アカペラ J-POP カバーダイススターマイン歌唱フェイムフルバージョンのアオペラミュージックビデオ見ていこうと思います。フルですから最高。おいいですね、この早速新海さんのね、あーの言い方がね、本家とはまたちょっと違うよ。うん、あーなんかね、あーってちょっと回してる感じする。なんかほらすごい、なんかしかもこの段階でも衣装がちょっとなんかこの忍者っぽいというか、うん、かっこいいですねこれ。あーいいね、ちゃんと数えてた。あ、かっこいいねやっぱね、猫屋敷さんいいよ一番。おお、あ、かっこいいこれ。おー、いい今のコーラスか、綺麗だね。ワールスターマインっていう、そのこの、あー、すごい綺麗。あれ、このさ、綾瀬さんのさ、このちょっとかっこいい歌い方ってあんまりないよね。ないですね、普段やっぱ可愛い系ですもんね。そうほんわかしたような、力強い、かっこいいな、相変わらず主役だよ。お、またソロ来た、かっこいい。いいとこソロ来るじゃん、ベースなのに。そう、あ、こっから来てるもんね。うわー、すげー、猫屋敷さんやっぱボーカル歌った後にベースに回ってるわ、このすぐ。ほら、おー、オクターブ下からの、ボーカルやってオクターブ下やってベース行く、猫屋敷。君の愛馬がキュンドキュン走り出し、間違えたの今日いっぱい言ってる間違えた文ってなんだ文に間違いとかないから。おー、いい、これね、ちんとね、ちゃんとね、あれですよ、頭もそうですけどね、数えてますからね、皆さんね、うん、指ね。すごい、このボイパの今ブーンっていうのすごいね。これはね、うん、ビートボックスじゃできないんですよ。あ、どういうこと、どういうこと。今、ブーンって言いながら、はい、破裂音じゃなくて、このスネアのブッブッっていう風にちょっとスネアの感じも、はあ、
鳴ってるの、これもう一回聞いてください。鳴ってるの、確かに鳴ってるの。ビートボックスに合わせてるボイスパーカッションのアプローチかなって思う。なるほどね。スネアからのこの、はい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 、スネアでいってるんで、はい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 、これはすごいいいっすね。すごい、誰から習ったんだろう。このさ、もうボイパとベースの一体感やばくない？やばい、うん、一緒に鳴らしてるみたいになってるよ。もう今どっちかなとか、このヨイドゥーンってとこ、うん、ボイパなのかなと思ったらベースですね、これ。うん、いや、二人でやってるわけでしょ、これ。すごい、これすごいリズム体だよ。一体感、おー、ナイス、ナイス。これさんさん、これさ、結構いろんな方のあーが聞けるのいいね。毎回変わってるもんね、このね、サビのね、頭もね。このあーっていうのさ、なんかさ、ソータさんがさ、言ってたよね。鼻であーっていうのと、あーっていうのね、結構なんか使い分けれるみたいなね。そう、このがなりっていうのはなんかいろんな種類があるみたいなさ。しがきさん、意外と声が高い。この見た目からしてもなんか高い。あー、これは際立つな、リズム体の。おー、和音。ドドンゲリンガ、ドドンゲリンガ、アレラマヤ。なんかいいとこばっか撮るやん、俺の推し。しかも本当に前も同じことを言いますけど、アカペラのベースっていうのはソロになった時にふー待ちなんだけど、全然待ってない、着飾ってない。この犬屋敷を見習え。あ、犬伝わり、犬伝わり。俺犬派なんだよ。知らないですけど。僕が歌ったスターマインもここで選定させてください。一発じゃ足りないのかい、二発目はおかわりしたい、三度目の正直なんてない、死ぬこの言うなよ、鍵頭や入れてこうかなって。いいね。お、すごい。いいね。フレームのスターマイン。このロゴもいいね。いや、でーんって高っ、意外と。いや、素晴らしい。これね、まあね、ただでさえすごく難しい曲なんですよ。ダイスさんのこの曲って大体いろん全部難しいんだけど、これをアカペラでやるの特に難しいと思うんですよ。やっぱね、これね、相当なこのやっぱポテンシャルないとね、この声のね、声幅とかね、いろんな体音域とかをね、こう広く持ってないとなかなか歌えない曲だと思うんで、やっぱさすがフェイムっていうね、かっこいいね、メンツが揃ってるこのフェイムさんだからこそ奏でられるこのスターマインだったんではないでしょうか。素晴らしかったです。今日リアクションしたのは声優アカペラ J-POP カバーダイススターマイン歌唱フェイムフルバージョン青ペラミュージックビデオでした。最近なんかね、大将の振り返りとかもね、最近アップされたんで、ぜひとも、まあ、これをきっかけにまた皆さん知らなかった人は、青ペラにちょっとハマってほしいなと思います。よろしくお願いいたします。そして、まだまだ、この青ペラ好きで、この C チャンネルね、まだこう、登録しないで見てる、そこのあなた。もちろん、いいんですよ、それも。いいんですけど、僕たちは、チャンネル登録をしてほしいと思っております。ぜひともチャンネル登録ポチッとしてもらって、そして、コメント、
グッド評価などもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さあ大賞振り返るぞ。 Gチャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。